タミックようこそ。さて本日のネタはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらの信号機のような色合いの日水のサバミス缶を食べた3種を食べたいと思います。はい、こちらの青いのが一番スタンダードと思われるサバの水煮、続いてこちらの黄色が味噌煮、赤色が味付けということですね。どれも美味しそうですね。サバの缶詰、こういう風にレビューするのは初めてな気がします。あ、いや、そうでもないか。はい、まあとりあえずまずは一番シンプルな水煮からいただきますね。中身はどうなってるのかな。こういう風になってますね。それではこちら、おっとっと、おー、はーい、ちょっと取り出してみました。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。では味付け、味がつくとやっぱり変わるのかなと。はい、ではご対面。うっそー、ちぎれちゃった。ちょっと待ってくださいね。はい、気を取り直しまして、ちゃん揚げました。醤油のようなお色ですね。これが味付きの醤油さなのかな。では、はい、取り出してみるとこんな感じです。ではいただきます。はい、ラストは味噌煮。やっぱり味噌煮が一番好きなんですけど、これはどうなのかな。はい、中身はこうなってます。やっぱり味噌の色ですね。それでちょっと取り出してみると、音と出す、引っかかってる。はい、こんな感じになってます。それではいただきます。どれも肉厚で食べ応えがあるのもいいですね。で、それぞれに味があって、一番美味しいのはこれですね。まず3つ全てに共通しているのは、サバが肉厚で食べ応えがあり、噛んだ瞬間に旨味が口の中にふわっと広がってましたね。ちょっぴり骨もあるんですけど、それもちゃんと口の中で噛めるように柔らかくなっていて美味しかったです。家庭でも圧力鍋などをお使いはできなくもないんですが、結構手間なので、こういう風にお手軽に取れるのは嬉しいです。で、それを踏まえた上で言いますと、まずこのサバの水煮はシンプルな味わいで、口の中にサバの旨味を一番感じることができましたね。なので、シンプルにサバの旨味を感じたい、あっさりとしたものを食べたいという方はこちらがいいと思います。で、この味付けはやっぱり醤油風味の味が入っていることによって、ちょっと噛んだ瞬間にその甘辛い味が口の中に広がってきます。ちょっとこってりになっているので、ご飯と合いそうです。で、もうこの味噌煮はそれよりさらにこってりで、味噌の味が強く、3つの中では最も味が強いと感じましたね。ただその分サバの旨味はちょっと控えめになっているので、もうちょっとお味噌を控えめでも良かったかもしれません。なので基本的に自分はサバは味噌煮が一番好きなんですけど、今回の場合この水煮が一番美味しかったですね。やっぱりそれだけサバが優秀だったということなのでしょうか。というわけで、この水煮を代表としてと、こちらの点数とさせていただきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、もしよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。